センタリングのポジショニングについてご紹介します。ここでは右サイドからの攻撃、右サイドの選手にボールが入ります。その時に中の選手は相手と駆け引きする中でニアで勝負します。ニアで勝負して相手より先にボールを触る。なぜここニアで勝負するか、相手の選手が非常に高い、高い選手と普通に競ってもなかなか勝てない。また足が遅くて足が速い選手が一緒にいた時、いいポジションだと相手の選手がボールに先に触る。だからここで自分から動き出して前で触ることによってシュートチャンスっていうのが生まれます。それではお願いします。いいですね。相手のディフェンダーよく見ながらスピードの変化をつけて相手の前に入る。もう一回いきましょう。ナイスプレー。今のもちょっとこうマイナス気味にボールが入ったけども、やっぱ入る人のタイミングっていうのも自分がやっぱ前のスペースを空けていいタイミングで入っていくともう少しいい形でボールを触れると思うんで、そこのところもちょっと意識していきましょう。サイドの選手、あまり最初からスピードを持って入っていくと自分たちがシュートするエリアなくなるんで、サイドのボールが入った状況っていうのもしっかり確認してスピードを上げていきましょう。おー、ナイス、ナイスプレー。まあ今でもサイドの状況を見て動き直しってすごく大事なことですね。サイドの状況もしっかり見ながら自分で使うスペースを最初に埋めないっていうところも意識していきましょう。よーグッド。いやー、いいボールだ。今のなすごくいいボール。今のところをタイミング合わせてね、相手の前に入ったところでそこを触るっていうのはすごく得点というところのね、大きなチャンスつながると思います。どんどん行きましょう。今のところ、おー、いい飛び出し。あー、相手を外していい飛び出しです。はい、行きましょう。出す、相手をよく見る、スピードの変化で、まずはやっぱりそこをしっかり取っていくっていうのは大事ですね。で、今みたいに例えば合わなかったね、合わなかったけどあそこにパワーを持って入ることで次の選手のここのスペースっていうのは生まれてくると思うね。だから最初にあそこでやっぱ潰れてもいいから、やっぱニアで行くってすごく大事だと。ではニアの選手ってのはもっとこうパワーを持っていきましょう。はい、行きましょう。オッケー、おー、ナイスボール、ナイスシュート、ナイスボール、ナイスシュート、素晴らしいです。いやー、ナイス。
入るとこはいいね。でもそこはもうせっかくチャンスだからやっぱそこを決めきるのも大事だと思うからね、しっかり行きましょう。はい、ディフェンスももうちょっとついていっていいですよ。行ってみましょう。ディフェンスもあーいいね、グッド、オッケー、いい攻防です。それぐらいやっぱこうコンタクトある中でやっぱこう前に行くタイミングっていうのはしっかり掴むの大事でね。ナイスです。さあ行きましょう。さあしっかりこうディフェンス駆け引きの中で振り切る。いやーグッド、素晴らしいです。あとはこうタイミングが合えばいいと。今のはもうすごく駆け引きも良かったしタイミングも良かった。はい行きましょう次。オッケー、いやー惜しい、いいディフェンス。今のディフェンスにちょっとカバーされたが前入りきりがあるね。さあ行きましょう。さあ一本一本センタリング一本合わそう。 OK、 あーナイス、 OK です。このセンタリングでのポジショニングということで相手より前で触る、これはやはりこう、まあ、どれだけ身長が高い選手であっても相手の前でボールを触ることでしっかりシュートシーンを作れる、まあ、そういったところでも相手の駆け引きの中で相手の前で仕事するというところのポジションというのは、非常に大事になってくると思います。まあ、しっかりね緩急をつける中でそのポジションを探していきましょう。高さは関係ないと思います。